はい、どうも皆さん、こんにちは。新田です。新田のダンススクールやってまいりました。やーというとですね、さあやってまいりました。今回はスペシャルコラボレーションということで、グクちゃんとニュージーンズちゃんたちがコラボレーションということで見ていきたいと思います。収録ボタンがファイということで、TikTok でございますね。まずは、作家の関係などの音をこちらに聞かせていただきながらのリアクションになりまして、後半はですね、ダンスのちょっとお話について、グクちゃんがニュージーンズちゃんたちの曲で踊る、ダンスについてお話をしていきたいなってところでございますので、音を出しながらちょっと速度を落とした状態で小さめの音でやっていこうかなというふうに思ったところでございます。よろしくお願いいたします。行ってみましょう。レッツラーゴッツ。おお。ステイインザミドル。おお。ラッタッタッタ。ええー。トゥンツタンツタンツタンタン。おお。ラタタタ、うおー、なんだろう、うおー、え6人グループ、え、ググちゃんのお顔が美しすぎて、ニュージーンズちゃんたちの効果で、なんだろう、すごくときめいて見える、うおー、分厚いターンですね。分厚いターン。この回し感、ちょっとこういうの入ってますもんね。あ、ごめんなさい。もう一回見てから解説の方いきますね。でーた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 ーん。たー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 らたーたーたーとーれてたー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 ん。わーお、ちょわよー、ラタタタ、Stay in the middle, little、ずっと見ていたい、なんだこの世界はということでございまして、ここからちょっと速度を落としてでございますね。速度が 0.75 倍でということで、音はこのぐらいにしていきましょうかね。さあ、それではググちゃんのディトーでございましたけれども、もうまずこのターンで一旦胸をグッて張ってからグーっていう風にこの回していく感じですよね。ちょっとこのあたり見ていくと、やっぱりニュアンス内側で回っていく感じ、ニュージーンズちゃんたちはどちらかというとこうポーズで回っていくっていうそのシルエットの回し感ですけれども、ググちゃんはどちらかというとインナーで回していくという、内側からですね、反った状態、胸を張った状態から、進行方向、こちら側ですね、に対してグーっていう風に中から回していくっていう、ちょっとこういう胸のアイソレーションみたいな、ロールですね。こういうのをセットにして入れて回っていくっていう、ちょっと違った回り方をしているっていうところですね。このあたりは、まあ、ググちゃんが得意とするターンの仕方というか、まあ、正解不正解とかではなく、どういうターンしていくっていうところが見えてくるポイントだと思うので、まあ、いかにググちゃんが日頃からこの中で踊っていくっていうのを意識してるのかっていうのが見えてくるんじゃないかなというふうに思いますね。ここですね。の部分の分厚さ。まあ、ニュージーンズちゃんたちが周りにいるから余計に際立つのもあるかもしれないけれども、でもちょっと首元のこの押し込み感、ここのスペースの深みみたいなものが、厚みみたいなものがすごかったですよね。ふぅ、ここら辺もちょっと、って見に行く感じに、このお腹周り、胸からお腹にかけてのこのウェーブへのこだわりが見えてきますよね。この感じ。やっぱりだから、中ですね。溝落ちで踊るみたいなところの意識がすごく高いのかもしれませんな、これは。低いですよね。その後がね、しっかり、ここの膝の落とすところ、ぐーって入ってって、もうそもそも多分足のスタンスが大きめに取っていらっしゃるので、ここからぐーっと入っていって、ここまで、低いところまで取りに行くっていうところなのかなと。で、ポーゴシッポーですね。ここの後はこう、ノリ感で見せていく。少し、まあ、ボーイズグループさんっていうのもあるので、ボーイズグループさんのノリ感が出てくるっていうところがまたポイントかなっていうふうに思いますね。ただ、ケミストリーにちゃんとなっているというか、化学反応が起きてるのはすごく感じますね。このラッタッタッタの足元のステップ感とか見たときに、なんか、ググちゃんが少年に戻ったかのような。
この髪の毛のパッパッパッって揺れていくところ、足元ちょっと見ながらこうなっていくところにボーイな雰囲気を感じるんですよね。おー、しんじゃん、あらった、この辺でも一気にパッて足広げますよね。でこの広げてるところとうまーって思ったのは、ガールズグループさんの、まあ、踊り方ならではな、ちょっとそのなんでしょうね、内側への意識っていうところのこの膝の入り方、揃え方とかが、まず素晴らしいポイントで、この後に思いっきり腰を後ろに引いていくっていうところ、これは背中から腰にかけてのラインでグッっていう風に、ちょっとそのインナーの部分を使ってグッて取っていかなきゃいけない部分で、男性の方はこういう動き結構難しいというか、ダンスの中であんまり取り入れていかない動きになるので難しいんですけども、ググちゃん見てると最大限にこう取ってくださっているっていうところが見えてきていて、ただ叩き方についてはちょっとなんでしょう、男の子っぽいというか、なんというかヘイヘイっていう感じが出てるのがまた逆にチャーミングですよね。あのヘインちゃんとか見ていたら、ちょっとお顔がこういう風に入ったりとか、こっちに入ったりとかしてこう叩いていくっていうのがありますけれども、ちょっとこう何でしょう、手首を内側に入れた状態で叩いていくみたいな感じですけど、ググちゃんの叩き方もウェイって感じがあるので、ここはギャップですね。はい、ガーナティンツー、ここ素晴らしい、この伸ばし感からの乗り感ですね。しっかりとこの腕に首をこう近づけていくっていうところの、このシルエットが可愛いんですよね。ちゃんとニュージーンズちゃんたちのこのディトのダンスの可愛いポイントを抑えている。手を内側から後ろにグッっていう風にこう引っ張っていって、そこに頭がついていって、ちょっとこう笑顔も見えてくるところのプリティーさですね。素晴らしい。ここもですね。ちゃんとこうシルエット、ラインが取れてますよね。素晴らしい。手、美しくないですか？すごい意識して綺麗な手の回し方をしてくださってるところがありますね。ラッタ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 。おー、ラッタッタッタ。なんだろうな。ときめくな、ググちゃんのこの可愛さみたいなところが。ちょっと、シャイな雰囲気もあるのかなっていうのは感じますかね。はい、ラッタッタッタ、いいですね。でも皆さんのこの足の上がり感とかノリのその幅感みたいなところが、ニュージーンズちゃんたちとすごくこうシンクロしているっていうところはありますよね。表情感は素敵ですね。ここの後のこの後です、この感じで、このブンタールンターってちょっとこう脱力した雰囲気みたいなものが、実はちょっと前にもあったわよねっていう、ここですね、この感じです、この感じです。これがググちゃんの一個僕良さだなっていう風に思っているところでもございまして、ちょっとなんだろうな、考えすぎない部分を作っていくというか、ダンスの中で自分の本意に従ってハッてやっていく感じがググちゃんらしいんですよね。すごくナチュラルな姿が本番でもちゃんと見えてくるっていうところがあって、ナチュラルなその乗り感とかグルーブとかっていうよりも、そのダンスとかをしてる状態が楽しいっていう、そのサッて一瞬こう風が吹く感じっていうんですかね、そこがね結構素敵だなっていうふうに思うので、こういう部分ですね。なので多分、まあ、ピュアというか、あどけなさじゃないですけども、パフォーマンスの中に、純度みたいなものが、一定の純度みたいなものが、ポイントポイントでこう、ポンポンポンっていう風に入っていくような雰囲気があって、で、そことのコントラストでギュッて決めていくところをめちゃめちゃこう、かっこよく決めていくみたいな、そのオンとオフみたいなところの使い分けが、多分ナチュラルに自然とググちゃんやってらっしゃるんだろうなーっていう風に思うんですよね。6人チームに見えません？もうなんか、あの、ショートヘアのベリーショートの子もいるチームみたいな。という感じですね。これググちゃんない？の靴を履いてらっしゃる。なるほどでございます。これ皆さんが最近着てるお洋服どこのなんだろう、ディーゼルさんとかなんじゃないかな。 K-POP 業界最近ご衣装ディーゼルさんが多いんですよね。見てて思うんですけれども、なんかジーンズの色味とかディーゼルさんなんだろうなんて思ったりなんだりなんだりというところでございますけれども、いかがでしたでしょうか。ということで、ググちゃんがこのニュージーンズちゃんたちの可愛さをしっかりとこの見せていくのは、まさにここ、もうこれですね。しっ
かり腕のところに顔がこうやってついてきて表情もついていきながら乗っていくよねっていうところが非常に素敵だなっていうふうに思ったところでございます。最近スモークダンスチャレンジとかも出ていて、やっぱりこうマッチョなね、ググちゃんのパワフルな、非常にパワフルなメガトン級のダンスが際立っていた部分でもありますが、ちょっとまたね、こういうところでニュージーンズちゃんたちとコラボしながら、こう、爽やかに、かつちょっとこうプリティな雰囲気も見れるっていうのは素敵ですよね。振り幅がすごいですよね。だからね、こう考えるとね。はい、という感じでいかがでしたでしょうか。ということで、皆様の感想もぜひぜひ下の方のコメント欄からお待ちしております。というところでございます。よろしくお願いします。現場から以上でございます。ありがとうございました。よいしょ。スイッ。